どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回ですね、めっちゃ前というか、まあ、前回のアップデートでですね、まあそのババじゃないわ、ジャイアントとかの AI が変更された時のアップデートでババキンの強さの調整が入ったんですね。それはどのようなものかというと、以前までは1から100の強さがあったんですよ。ですけれども、まあそのグッと締まって、レベルが低い時は攻撃力が上がり、レベルが高くなるとちょっと前以前より攻撃力が弱くなるっていう、まあちょっと1から100あったものが20から80にこうギュッとなった感じの、まあ、修正が入ったんですよ。そこでですね、まあ最近ペッカの重要性、結構ペッカは使われてるんですけれども、ペッカ今私レベル1ですけれども、ペッカレベル2とこちらバーバリアンキングのレベル、今私6ですけど、レベル10の比較でですね、恐ろしいことが明らかになってます。バーバリアンキングのこちらアイアンフィスト を発動した状態の攻撃力がレベル10ですよ。レベル10の場合は154あるんですね。そして体力は、アイアンフィストを発動した状態で、2700近くあるんですね。2700ちょい。それに対してですね、ペッカのレベル2は、攻撃力が270なんですね。ペッカの、まあ私今レベル1ですけども、レベル2になると、攻撃力が270。ババキンレベル10のですね、攻撃力は、アイアンフィスト発動時150なんで、相当違いますよね。120ペッカの方が上です。そして、体力に関しては、ババキンレベル10はですね、アイアンフィストを発動した時は、2700近くあるんですけれども、体力は、ペッカの方の体力は3100あるということで、アイアンフィストを発動しているババキンレベル10に対しても、ペッカのレベル2の方が圧倒的に勝っているというですね、ことが分かってしまいました。レベル10ですからね、ババキンの方が。バーバリアンキングって、ダークエリクサーで、上げるんですけれども、ダークエリクサーで、レベル上げていくんですけれども、結構ダークエリクサー貯めるの辛いんですよ。タウンホール8で貯めていると結構資源として結構取られてしまうので、なので貯めるのが難しい割にバーバリアンキングがすごい弱くなってしまったということで、まあ一つバーバリアンキングの味方をするのであれば、コストがかかんないことなんですよね。無料というか、まあ今元気な状態であれば無料で出せるので、まあそこが強みかなと思いますけど、まあそうですね、私がバーバリアンキングレベル10にしてて、まあ、メインでは使えなさそうですね。まあ、まあでも無料で召喚できるので、まあ依存としてまあバーバリアンキングは結構使い勝手いいですけども、まあ、ペッカより弱いということで、ほんとちょっと前の修正ちょっと厳しかったですね。という話でした。ご視聴ありがとうございました。